ですね。そこまで。片付けてあれして帰って、だいたい4時近くになって、また1時くらいで、ランチはさすがにされてるんですね。ランチは、あの、カーモク堂にしてやってます。やってますか、すごいっすね。カーモク堂にし、カーモク堂にしてやってるんですけど、明日はだからランチがないから、結構今日強火です。働きすぎですね。調子上げはこの後チームにも行こうかな。はい、よろしくお願いいたします。枝豆で焼いております。でその上にですね、ハマグリの出汁を利かしたジュレをですね、乗せて黄身のボロと、ね、赤しその新芽、裏面をですね、飾っております。どうぞ。はい、ミガワの渡りガニですね。はい、渡りガニの身をあえて小さい丼にして、その上にかかってるオレンジのですね、これ渡りガニの内子です。内子を焼いて、裏ごしして仕上げたんですね。それをふりかけにしてます。沖縄の天然本マグロの大トロを照り焼きにいたしましたですね。下のごまのリキュアンつけて召し上がりください。リキュアンはですね、ごま豆腐を柔らかくしたようなものですね。あとナスのあゆびたしと、甘長ですね、甘長の焼きびたしと、あとトマトはですね、素取りトマトでレモン酢につけて仕上げておりますのでね、はい、打ち直しでさっぱりと。はい、います。このタイミングで卵焼き出るんですね。初めてです。2回。あ、そうなんですね。もう帰れってことじゃないですよね。帰ってほしいです。もう寝たいですよね。ホタテの新醤ですね。はい、ホタテの新醤にですね、ウニを乗せて、北海道のウニ乗せて。
今日もね、サマシャタ会では味変がつけてまいります、ね。ロムスですね、昆布締めにして柚子わさびで握っております。どうぞ。これも三河湾です、はい、何でも取れちゃうんじゃないですか。蒸しにですね、ごま油かけて仕上げておりますね。で中にですね、あの桜エビの炊き込みご飯を焦げにしたものが入ってますのでですね、熱いのでやけどしないように気をつけて召し上がりください。はい。ね。ミルガイですね、愛知県のミルガイです。愛知の青松鶏屋さんで。だいぶ立派ですね、これはい、大きいの100グラムぐらいのものがすごい気になりますね。強いから、そうです、油がですね、特に見えないと食べられないだと美味しくて、
食べたいようなものを食べさせてくれるって感じですね。そうそうそういう感じです。はいはい。ありがとう。え、ありがとう。ありがとうございます。あ、よかったです。どうぞ。これでようやく帰れっていうことですね。正真正銘の帰れ。そう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 。お疲れ様です。お疲れ様です。黒糖のくずプリンになります。プリンなんですね。何なんでしょう。卵を使ってないですね。水の使い方一緒なんですけど。何を書かれてるんですか。これですか。はい。心より感謝いたしております。ああ、なんか随分長いサインだなと思って。そうそう。
違いたいぐらい。よく見てほしかった。